お疲れ様です速の久保です、すのネットビジネスを志して、まあ、普段の暮らしを送りながらプラスアルファで新しい作業を少しずつしようと思うんですけどもなかなかねこれが手際が悪かったりとか何度やってもキャンセルされてまた元に戻ったりとか、まあ、やきもくすることが多いと思うんですよで実は今ね私もねあるアプリを登録すると2500ポイントもらえるってことでちょっと進めていたんですけども 銀行口座との連携で手こずりましたで、中断したんですよ。というのがね銀行口座を連携しようと思うとただいま銀行はメンテナンス中ですということでこの時間受け付けてないんですよね。まあ、そういった時間との、まあ、噛み合わせの不運な中でまあいっかと思ってね私は辞めてしまったんですけどもこれ一旦辞めるとねもうねもう一回やろうかって気持ちが湧き起こらないんですよねなかなかね。 でですんで私も儲かる方法を知りながら途中でで手つかずになるることって結構あるんですよそれ逆を返せばねたくさんの儲かる方法が世の中にあってそれを取り組もうとしてもねちょっとしたことで、まあ、いわゆるねめんどくさくなってやめちゃうみたいなことが起きるんですよね。で結局手間が少なくてたくさん儲かるものを探さざるを得なくなってそんなものってなかなかないじゃないですか。 だから何もしないまま日々が過ぎていくっていうふうなことになっちゃうんですよね。まあその中で最低これはやろうと思うのは、まあ、やっぱり何らかのこうやったつまずきとかをね動画に残しておこうってやつなんですよ。まあそうすると少なくともそれを見てくださる方との共感なりね何らかの接点が持てるかなと思うんですよ。まあ、それが YouTube のチャンネル登録の重なりになったりとかね再生数の伸びになったりとかっていうふうになればなと思ってます。 ただしこれもこれでね面倒でねやっぱり YouTube に向かってこのカメラに向かって何かね考えをまとめながら喋るってこともう不慣れだと撮り直しとかねまあいいかと思ってやめちゃったりするんですよねまあそんな形でいつの間にか時間が過ぎて日々が過ぎてあもう自分はこんな年だみたいなことになっちゃうんですよねうんネットビジネスで副収入を志してやることやってるはずなのになー なんでか収入にならないよっていう風うなそんな悩みを抱えてる方は結構いらっしゃると思うんですよでもこれはどんなに稼げる人でも通る道なんですよね逆に言うと通らなければ稼げる道に歩み出すことはできないんですよね、まあ、だからいつが出口なのかわからないけどもやっていくしかないなというところなんじゃないかなと思いますえ特にね YouTube を中心に商品を販売したり 再生数による広告収益を得ようと思うと例えばチャンネル登録1000人っていうものを目指さなくてはいけないとでもなかなかチャンネル登録1000人いかないだからしょうがないとチャンネル登録が伸びないから商品販売で利益を出そうと思うとそっちもなかなかみたいなことになると思うんですよね、うん、だからといって何もやらなければ雑して塩つみたいなことになっちゃいますんでね、うん、だから少なくとも私が思うのは0円で終わりたくないんだったら やっぱりゼロ円で終わらないようなことを最低でもしておかなくちゃいけないかなと思うんですよで。そしてそのゼロ円で終わらなかったことを発信すると。そうすると何が起きるかっていうと、同じようにね、YouTube をやっていながら、ネットビジネスをやっていながら、稼げない日のオンパレードの人がいるんですよね。その人の何か行動を促すことにはなるんじゃないかなと思います。具体的に言うとね、ネットビジネス副業を志していて、 今日も稼げなかった。昨日も稼いでない。一週間稼いでない。一ヶ月稼いでないって人がいるとするじゃないですか。でも、私は最近ね、一週間で600円稼げるアンケートサイトを見つけたんですよ。これが u v o c e です。そうするとね、一日に数分間、本当に10分かかんないです。数分間、2分とか3分とか、中には、あの、アンケートの質問が1問みたいなやつがあるわけですよ。1問だったらね、10秒で終わるわけですよ。それでポイントが稼げて、 一週間で私は600円突破ってのがあるんですよね。これはね、今までネットビジネスで稼げてなかった人に、ものすごい低いハードルで稼げるものを与えてると思います。まあ、そういったものをやってみてはどうかなって気がしますね。元金もいらないですし、予備知識もいらないですし、すぐに始めることができるんですよ。まあ、今回ね、そのアンケートサイト、UVOYS っていうのを改めて、この紹介するために動画概要欄に貼っておきますので、 よろしかったらね、そちらの方からアカウント作って、一問でも回答していただければと思いますんで、よろしくお願いします。いやでもね、本当にね、0000で行ってしまって、うん、YouTube r 目指して YouTube の動画はね、そこそこ残るんだけども、再生数もブレイクしたのがあるんだけども、でも、それでお金が順調に稼げるほど、平坦な道じゃないってことなんですよね。私も日々、 悩んでおります自分自身のこともそうだし稼げない人が何で稼げないどんな壁があるのかなってことをね探求しながらですそれこそ実際に稼げてない人以上に私はその人のことを考えながらやってるかなってことですね、はい、じゃあ今後も動画の方よろしくお願いします YouVoice ぜひよろしかったら動画概要欄につけておきます